久保さん、今日はね、ワンツー動画、だいぶ撮りましたね。で、さっきね、ぼやき動画撮ったんですけど、ちょっとお酒入ってます。これ2本目なんですけど、アウトプットしたことに対してのアウトプットですね <laughs>。疲れたなー、みたいなね。アウトプットしてまたアウトプットみたいな。 もはや、アウトプットしたことがアウトプットできるみたいなね。みんなアウトプットできない。それはインプットして、1アウトプットして1、1インプットして1アウトプットみたいなね。なんか話ありますけど、1アウトプットして1アウトプットみたいなね。これ、よくないですか ?1 アウトプットして1アウトプットっていう。まあ、アウトプットの連鎖みたいな。うん。多分、まあ、久保さんもね、ぶっちゃけ言うと、 まあ僕もまあいろんな話聞いたりとかいまだにしてますけどまあこれができるかできないかって結構強いですよねアウトプットしたことに対してアウトプットするみたいなこれ結構まあ荒技じゃないですけどまあちょっと情報発信の上級者の技だと思うんですよねうんアウトプットすればするほどアウトプットできるみたいななぜならばアウトプットしたネタに対してはまたアウトプットできるからっていうね だからその、久保さんの送っていただいた、その、結局、やればやること、やることによって信頼が生まれて、信頼が生まれるからまたやることによって売れるってことですよね。だからその、やることによってのスパイラル効果というかね。うん。だ僕も、その、今回そのアンケート取って結構多くの方来たんですけど、まあ結構昔の人とかもね、やっぱ来るわけですよ。まあ無料プレゼントなんで。だけど、 まあ本当は5年前とか6年前の人ですよ。まあそれもね、未だにまあ来るんですけど、まあなんで来るかっていうと、ずっとアウトプットしてるからですね。<laughs> 本当に。ずっとやってるからですよ。うん。ずっとそのね、定期的に無料プレゼントとかもやるから、ね、無料だったらとりあえずってとこで、でも、そのとりあえずっていうきっかけをずっと作ってるわけですよね。<laughs> そう。うん。ん。やっぱね、まあ、 僕はまあ普遍の法則というか、まあ久保さんもまあご存知だと思いますけど、やっぱみんないなくなるので、まあ、いなくなるから勝手に勝てるって話ですね。<laughs> 本当に。だからマジで僕もう無,無双だなと思ってますね。無償、まあ、タイトル無双にしましょうか。もうね、もう自信しかないですね。自信に満ち溢れてます。それはなんでかっていうと、いっぱい反面教師見てきたんで、いっぱい見てきたし、 で、あとは実際に僕はこのスタイルで発信しても、あの、ずっと売ってる。でもそのフィードバックを、お客さんのフィードバックを見れば見るほど、まあ、結局、なぜ僕を選んでくれるのかっていうと、やってるからなんですよね。なぜ僕を選ぶのか。選ぶ理由は何かっていうと、やってるっていう。結構そこ、ウェイト、ウェイト、あの、めちゃめちゃ、あの、ポイント大きいと思いますね。 本当にプロダクトローンチでガンガン売ってたじゃないですか、多分2、3年前ね。まあ今は全然見てないんでわかんないんですけど、その当時の人たちって今いてますまあ、ゼロに近いですよね、多分ね。あ、そう、今ドラゴン桜やってるじゃないですか。ねドラマで。ドラゴン桜の <laughs>、あの人どこ行ったんですかねドラゴン桜の、モデルになったぞ、みたいなね <laughs>。 ドラゴン桜にしときます。どうしようかな。SEO 的に。ドラゴン桜の、その、あの人どこ行ったのかなみたいなね。あんだけ当時ガンガン出てたのにね。ノア、ノ,ノアコインでしたっけ <laughs> ノアコインでしときますかやめとこうかな。<laughs> 危険だな、ノアコイン。<laughs> そう。多分今、 いてますちょっと調べたことないわかんないですけどちょっと調べてみましょうかちょっとあもうあれ ?2 週間前に裁判判決で出ましたっていうのは何かあるの 裁判,判決は出たらしいですよ。 へえ、なんか。ああ、なんか却下されたっぽいっすね。へえ。まあ、いろいろね、あるみたいですけど。<laughs> へえ。もう多分でも表舞台に出てないっすよね、多分。 うん、ねえはいはい、はい、<laughs> うん、いや、黒歴史ですね <laughs>。 いやー、いろいろありますね、久保さんね。うん。まあ僕と久保さんは、まあ、あの、長嶋茂雄じゃないですけど、永遠に不滅ですね。まあ、絶対久保さん、このリレー終わらないでしょうね。うん。僕、じ、まあ久保さんが終わらないっていう自信もね、久保哲郎じゃないけど、僕は久保哲郎じゃないけど、絶対返してくるという自信がありますね。 これは <laughs>。久保哲郎は絶対返していくという、久保哲郎じゃないけど久保哲郎の自信を僕が持ってますね。で、それは逆を言うと久保さんもそうだと思うんですけど、吉谷拓郎は絶対返してくるっていう自信あると思いますよ。吉谷拓郎じゃないけど。うん。だから、まあ、無双ですね。もはや。消えないっていう。 いろいろ申し上げましたけど、タイトル何にしようかなちょっと考えておきます。いってらっしゃい。